千穂遥は1951年生まれ。26歳の時 SF 作家としてデビュー。時空を超えた夢の世界を描くことで若者たちの心を捉え続けてきた。 SF 作家クラブの会長を歴任し、第一線で活躍中の作家である。そしてクラッシャー・ジョーやダーティーペアで知られるアニメの原作者でもあり、制作プロダクションを立ち上げるなど今日のアニメ文化の礎を築いた一人でもある。そんな高千穂が大変身を遂げたのが人生半ばの50歳目前、自転車というありふれた道具に出会ったからである。20代で売れっ子作家の仲間入りを果たした高千穂はひたすら仕事に熱中し書き続けた。作品を世に出し続けることで守ることのできるスターの座、高千穂はそんな分断の常識の虜となっていく。三島由紀夫も夜は霊気が乗り移るとまで言ってましたが、そういう、 こう夜に書くっていうのはやっぱりね、書きやすいんですよ。それでアニメの方の評論とかも書いてましたから、もうここに座って1週間にアニメーション50本以上見るわけですよ。週50本ってことは1日に10本ぐらい見てますから、もう動けないですよ。もうで動かないまま見る、書く、飲む、食べるという生活をずっと続けてましたから、ね、ひどいもんです。書くことに熱中するあまり自己管理をおろそかにしてきた高千穂だが、10年ほど前体調管理のために始めた自転車で大変身を遂げる。とにかく引き返せないところに追い込もうと、高いロードバイクを買えばやめられないだろうっていうんで、それでもう当時ランス・アームストロングが乗っていた5500を思い切って買ったんですよ。乗った途端にこれだって思いましたね。やっぱり自分が乗りたかったのはこれなんだと。もう実に楽しいですね。その一瞬本当に自転車っていいなっていう感じになりまして、それでもう毎日1日2時間ぐらい乗るように決めて、それで乗って3ヶ月ぐらいしたらもうコレステロール値は激減してたし、で1年ぐらい経ったら体重は20キロぐらい落ちてたし、血圧も正常になったし、もう本当にいいことばっかりだったんですね。今でこそヒルクライムにハマっている高千穂だが、当初はその魅力を全く理解できなかった。当時の心境をこう記している。しかしヒルクライムレースの観戦を機にそんな考えは一変した。健康のための自転車が心の健康のための武器となっていった。長野県栂池高原、栂池サイクルクラシック。多くの熱狂的な参加者でにぎわう大会である。高千穂がのめり込んだヒルクライムは他人との競争というより自分との戦い、つまり自己タイムをいかに縮めるかという日々の努力が求められる、そんな競技である。ひたすらペダルを踏む、ロードレースのようなバトルも急坂下りのスピードの興奮もない。しかしそんな競技に高千穂はいよいよのめり込んでいった。で、同じコースをレースと関係なく走ってみたら結構走れたんで、そのなんていうか本当に苦しいし大変なんだけど、走り切った後の達成感はやっぱり素晴らしいし、そうこういうのでみんなこうやる気になるんだなとか、出てる人たちを観察しているうちに、なんかいろんな人間の造形が浮かんできて、それでこういう世界もあって紹介して、それでドラマとして見せたいっていう、こう感じが湧いてきましたね。それでヒルクライマーを描いたということですね。そして一昨年、ヒルクライムにかける一人の青年サイクリストとその群像を描いた自身初の自転車小説を出版。ヒルクライムに魅了された高千穂は小説同様、チームメイトとお揃いのジャージを身にまとい、ヒルクライムという名の自分との戦いに挑み続けている。
新潟県弥彦競輪場。一流選手が覇を競う競輪のタイトル戦、友人親王杯が開催されていた。ヒルクライムとは異次元である競輪の世界に高千穂の姿があった。喧騒の舞台裏、選手たちの控えの場である検車場での取材。高千穂はプロスポーツ競輪に関する著書も多い。そんな高千穂の取材方法は独特である。メモや写真などは一切撮らない。五感を研ぎ澄まし、大勢の報道陣たちに囲まれる選手の一挙手一投足に鋭い目線を送る。今回のグランプリについても、実質書いてた時間は1年ぐらいですけど、それ調べたのに費やした時間ってやっぱり5年分ぐらいやっぱりあるわけですよね。あの検車場でその朝起きて何時に食事して、でどういうふうにして自分の出番が来るのを待って、あのローラー台でアップしたりとかっていうのをきちんと書いたんですよね。テレビで見ててもわからない部分はぜひ小説から読み取っていただきたい。あの選手たちはこういうふうにして時間を過ごして試合を待って、それで全力尽くしてるんだっていうの。作家高千穂遥のフィールドは限りなく広い。そしてその物語には取材に裏付けされた真実が描き出されているのである。頂点を目指す競輪選手たちの熱い戦いを描いたグランプリに対し、ヒルクライマーは高千穂自身の夢の部分が少なくない。今年この小説の中に描かれたヒルクライム大会が現実のものとなる。舞台は群馬県赤城山。ないですよね、そんなこと人生に何度も。これはすごいことですよね。本当にびっくりします。書いといて言うのもなんですけど、こんなきついコースターは思わなかったですね。不摂生が招いた肥満と体調不良、一転自転車で取り戻した健康な体と心の変化。高千穂にとって自転車は今や心の伴侶とも言うべきものになっていた。ヒルクライムで体感するのは辛さや苦しさだけではない。登り切ったものだけが得られる達成感や解放感、高千穂はそれが恋しくて日々ひたすらペダルを漕ぎ続けている。赤城山のヒルクライム大会を2週間後に控え、本番を想定した練習をするために高千穂はチームメイトと奥多摩に向かった。山での練習は1ヶ月ぶり。日々の練習の成果が試されるとあって表情は自然と真剣になる。忘れてる登り方をだんだん思い出さないとって感じ。本番に向けてそれをチェックしつつみたいな感じですね。なんか坂登ると自分で思わなかったですけどね。自転車買ってトロトロ走ろうと思ってたらいつの間にやらなんか坂に連れてこられてるみたいな。坂でもね楽しいんですよ、実意外に。高千穂は赤城山をイメージしながら自分のペースを崩すことなく登り続ける。高千穂の心象にあるもの、それは大会の生みの親としての、そして一人のヒルクライマーとしてのプライドではないだろうか。都内のヒルクライマーの多くが訪れる都民の森。練習後読者から声をかけられることも多い。そこには走っている時とは打って変わり柔らかい表情の素の高千穂の姿があった。下山後、練習後には必ず行くという行きつけのお店に2人は向かった。これレモンパンですね。ものすごく美味しいです。
ここのパン本当美味しいんで、はい、まあ、あのパンを食べに走りに来るのか、走ってるからパンを食うのか分かんなくなってますね。ついついこう抜けそうな人がいると自分のペースを忘れて抜きにかかるとか、そういう余計なことをしたっていうのは良くないですね。やっぱりヒルクライムの練習は、まあ、始める前にも言ってたんですけど、自分のペースをどこまで守れるかがあって、特にレースは必ず人のペースに巻き込まれるんで、その時にその我を忘れない、その自分のペースを保つっていう平常心で、これを必ず守らなくちゃいけないから、その練習をすべきだったかなと思うので。人がいると難しいですね。なんか今日もできるだけ高千穂さんについていこうと思ったんだけど、こうちぎられちゃうし、でちょっと向こうに見えると、あ、頑張って追いつこうとかオーバーペースになっちゃうし。赤城は厳しいコースなんで、ペースを乱したら完走も危なくなりますから ね、 ですね。そのくらい辛いコースですから、練習の時こそそれを守って身につけていかないとダメなんです。